はい、ということで、どうも皆さん、こんにちは、沖縄です。今回はですね、ついに、水曜日の更新日入ったということで、更新内容のまとめ喋っていこうかなと思います。で、ちょっとね、このお知らせ系の動画はですね、画面広げたかったんですよね、ずっと。だから、皆さんにもね、一緒に見てもらいやすいように、ちょっとね、スマホの画面の幅を、でっかくしてやっていこうかなと思います。どっちの方がいいかね、ぜひ教えてもらえるとありがたいです。ということで、やっていきましょう。まずですね、めちゃめちゃ今回入ってますね。すっごい内容量いっぱいあるんで、一緒に見ていきます。まず、アップデートがね、近々入ってくるっていうことで、これもね、結構内容多いんで、ざっくり喋っていきます。まず、リムーバーが、999まで持てるようになりますね。これめちゃめちゃ嬉しいんじゃないかな。僕もね、めちゃめちゃ嬉しいですね、これは。はい。レイドバトルとかでね、結構最近はリムーバーが2000個とか配布されるようになってるんで、これまではね、なんか交換所に残しといて、で、なくなったらまた足すっていう感じでやらなきゃいけなかったんですけども、まあ1000個まで持てるっていうことなんで結構でかいですよね。はい、といった感じですね。だからまあ交換所忘れるとかいうのが少なくなると。そしてプラチナコインですね。こちら。プラチナコインで、ウルトラ、ん?なんだこれ?違うか。ソウル変換メダルとスキップチケットが手に入るようになるんか。まあ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 。僕はエネルギーとかリムーバー硬化してるんで、あんま変わんない気はするけど、まあ欲しい人は欲しいんだろうね。で、こちらですね、リサイクルセンターで、ウルトラマルチを、善意に変えられるようになるんか。あ、ウルトラマルチが手に入るようになるわけではないんかな。ちょっとわかんないですけど。はい、そんな感じでございます。第1弾って書いてあるんで、まあ共闘とかのアップデートも近々入ってくるんでしょう。さあ、そして、リミットブレイクですね、こちら。またまた復刻しました。前回、初めてね、リニューアルしてきましたが、こちらまだね、引けるっていうことなんで、石5000だったっけぐらい使って、まあ、LL マルチとかね、通常 SP マルチとか大量に手に入る機会なんで、絶対ね、引いた方がいいと思います、僕はね。はい。ぜひ引いてほしいです。さあ、そして、キャラクター強化パックが出ているっていうことで、これなんか初めて見ましたね。なんだこれ。ソウル変換メダル30、ピース交換メダル20、リムーバー10が詰まっていると。で、これいくらなんだ?ちょっとショップで見ましょうか。どうなんだろう。480円で買えるっていうことで、まあ、覚醒ピースとかよっぽどない方はね、全然、まあ、交換してもいいのかなというふうには思いますけれども、基本的には買わなくていいんじゃないかなって僕は思いますね。はい。うん。本当に覚醒ピース以外はね、まあ、頑張れば手に入るアイテムなんで。はい。そんな感じです。そして、石1000個獲得を目指すの、チャンピオンなんたらが来てますね。これま、1日1回プレイしたら、石50個ずつもらえるよってやつなんでやってください。そして、フェスティバルのカウントダウンログインボーナスが始まっておりますと。毎日ログインして、カウントダウンメダルを手に入れよう。で、またこれ来てますね。新しい。まあ、フェスティバル中に始まるイベントのコインなんでしょうね。これが先行で手に入るっていうことなんで、これもしっかりゲットしておくようにしましょう。今回は多分ログインボーナスだけかな?で、このメダルが手に入ると思うんで、ガツシ。まあね、多分だけど、LL マルチとかね、石とかと交換できるようになってくると思うんで、まず間違いなくね、集めといた方がいいですね。はい。毎日ログインしましょう。そして、スーパーベビー2がついに覚醒いたしましたということでですね、めちゃめちゃこれね、強いと僕は思いましたね。はい。めちゃめちゃ強いと思ったんで、ぜひね、作ってほしいですね。うん、絶対まあ最近の無料覚醒にしては当たりの類やと思ってるんで、このね、超連戦バトルとかも連動して、出現してるんで、しっかりとね、こちらは、遊ぶようにしてほしいですね。さあ、そしてフェスティバルのカウントダウンアドベンチャーが始まっているっていうことで、冒険イベントがあると。で、なんかジュースを集めるらしいですね。で、石とかなんたらもらえるんで、ガッツシやってって感じで、はい、でございます。で、あ、このセルとね、17号、復刻してるんですけど、これね、覚醒させると、石ね、いっぱい手に入ったりするんで、まあ、やった方がいいですね。フェスティバル前に石集めておきたいよっていう人は、やった方がいいです。はい。という感じでございます。そして、全力激闘も来ているっていうことで、マジで今週、すっごいめちゃめちゃ、イベント出てますね。リルドを倒すことによって、新しい、このムカキン悟空ですね、が手に入るっていうことなんで、ガッツしね、皆さんプレイするようにしていきましょう。はい。いや、これはまあ、
簡単になってるんですよね、最近の全力激闘バトルって。だからまあ無課金の悟空ね、まあ、そんなに流行ってないイメージだけど、取っといて間違いないキャラではあるんでね、しっかりやっておきましょう。さあそして、こちらですね、地下の大会のシーズンが変わっておりますということで、毎回ねティア表が変わるんで、めちゃめちゃねまあ攻略しづらいんですけれども、まあ皆さん頑張ってやっていきましょうといった感じですね。マジで優勝者の方とかすごいですよね。こんな感じでございます。基本的にはあらかた喋れたかなと思いますが、あとはなんかこのピッコロさんの全開が覚醒していたりするんで、まあやりたい方はって方です、方ははいやってくださいって感じですね。これは多分ベビンに全開乗せれるから、まあ使ってねって感じだと思うんで、まあ最近で言えばねスラックとかも一応覚醒してるんで、そこら辺覚醒なら持ってる人はそんなにいらないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そんなところです。まあ、とりあえず今からできることと言ったらリミットブレイクガチャですね、引いてもらって、でまあアップデートとかに向けてプラチナコインとか集めとくも結構ありなんかなとかは思ったりしますね。うん、そんな感じでございます。あとはまあ全力激闘バトルね、11月23日までできるってことですけど、まあフェスティバルの準備とかこれから始まってくると思うんで、まあ今週中ぐらいにねやれる方はやっておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。余裕ある方はもう今日全難易度クリアっていうのも全然ありやと思うんでね、ぜひともやっていただきたいと思います。はい、じゃあちょっとイベントの方を画面見ながらやっていこうかなと思いますが、チャンピオンなんたらはもう来てるんかな。来てないですね。あ、セレクトバトルがまたできるようになってるから、これね絶対覚醒ピースでいいと思うんでね、しっかり覚醒ピーススキップできるんで、やっておきましょう。はい、これ取ってで、今回の超連戦バトルの特攻キャラクターは、あ、ピッコロさんになってますね。ピッコロさん最上位なんで、まあ、大体の方は持ってるんかなとか思ったりしますけれども、はい、きつい方はまあその他のね、ここら辺の紫のキャラクター特攻になってるんで、まあ駆使して戦っていくようにしましょうといった感じですね。通常 SP で再特攻なのは結構優しめかな？うん。はい、まあ、フェスティバル前のね、最後の覚醒キャラになってくるかもしんないんで、ぜひね、やっておくことをお勧めします。石も手に入るんでね。はい、でさっき言ってた、17号とセルですね、この人造人間系統が復刻してるんで、特にさ17号で言えばなんかバトルロイヤルとかでもね結構使われてるイメージなんで、最終日とかちょっと使ってみたいなっていう方はこのタイミングで覚醒するのも全然ありですよね。うん、で石もらえるんでね、覚醒させてなんかいろんなミッション達成したら石確か1000個ずつもらえたと思うんで、そこら辺もしっかり遊んでおくことをお勧めしたいなと思います。はい、あ、これですね、僕もやりきれてないわ、これちょっとゲットしとこう。はい、といった感じでございますね。でおすすめとかは何も変わってないかな。はい、というわけで、今回はですね、めちゃめちゃついにフェスティバル前って感じだよね。うん、いろんなねイベント更新されたんでまとめて解説させていただきましたけれども、はい、いやー本当に近づいてきたね。うん、来週再来週あたりにはまた新しいアップデート情報とか、新キャラのね、まあ、ヒントとかもワンチャン出てくるかもしんないんでね。はい、めちゃめちゃ期待していきたいところでございます。はい、フェスティバルに向けてね、もうたくさん初心者さんとか、その他の、まあ、レジェンズユーザーの方々にね絶対損しない、情報をいっぱい公開していこうと思ってるんでね、ぜひともチャンネル登録、グッドボタン押していただけると非常にありがたいでございますんで、よろしくお願いいたします。そして、覚醒フラグメント忘れてたわ、これね新しいの出てるんで、まあ、ちょっと余裕あったら作って動画にしようかなとかも思ってたりするんでね、ぜひとも、はい、やっていただけると、見ていただけると嬉しいです。うん、まあ、そこそこ強いとは思いますね。はい、ということで、今回の動画は終わりにしようと思います。お疲れ様でした。